はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、本日お知らせ更新されまして、次のクリスマスイベントの新キャラ情報来たんで見ていくんですけども、今日追加された情報こちらというわけで、マジカルパティシエ小崎ちゃん、ほんでもってマジカルゴリラチトゲちゃんとマジカルポリスマリカちゃんというわけで、まさかのね、まあ小野寺が来ることは分かっていた。素晴らしい、うち嬉しいわ、うち。いやもう今回のイベントは僕のために作られたようなもんなんですけども、めちゃめちゃ可愛いね。作品知りません。ニセ恋は知ってんねんけど、スピンオフは全く、僕スピンオフどんな漫画でもハマらんくて申し訳ないんですけども、ただ小野寺なことには変わりないんでね。なんか世界観としては、この小野寺が魔法少女になって戦うっていうね、世界観らしいんですけども、めちゃめちゃ可愛いわ。これはもう天井がね、1億連でも引こうかなと思うんですけども、ほんで、その他にもチトゲと立花来ると、まあ小野寺だけかなって思ってたら、まさかのこの2人も来るっていうのはかなり嬉しいな。まあ、ちょっと知らんねんけど、また魔法少女になってる2人ということでよろしいんですか？ゴリラと、ポリスと、いうわけで、つぐみはどこ行ったん？こうなったら、つぐみなんでおらんねんというのがめちゃめちゃ気になるところではあるんですけども、いや、ここに来てニセ恋キャラ大集結する？まあ、原作マジカルパティシエなんでちょっと違うんですけども、ニセ恋のキャラには変わりないんで、そうですか。これは今年最後にふさわしいイベントなんですけども、でもって明日以降も新キャラ情報をお届けというわけで、限定が1体だけなんです、今現在公開されている。そんなわけがないので、残りの、16日ぐらい2週間ちょっとはもう全部このクリスマスイベント等々で、幕閉じると思うんで、こんな長い期間で限定キャラクター1人だけなわけないので、多分ねまだ隠されてると思うんですよね、誰かしらが。まあそれが誰になるんかもよくわかんないんですけども、小野寺、これは絶対に引きに行く。